これからはシュン、おめえもプロの e スポーツ選手だからな。覚悟を決めてかかれよ。うん、でもなんか実感湧かないな。プロって言ってもやっぱりゲームやるだけだし、プロとプロじゃないのってどこが違うんだろう。それはだな、プロというのは、プロというのはまず自分でプロの e スポーツ選手だと名乗る。それだけ？大事なことだぞ。自分で自分を認めるのは大事な第一歩だからな。まあそうだけど。そして次に名刺にプロの e スポーツ選手って書く。それだけ？大事なことだぞ。人に覚えてもらわなきゃいけないからな。名刺は名前と肩書きがセットの最強の武器だ。まあそうだけど、他には？プロの e スポーツ選手って SNS で書く。全部自己申告じゃないか。しょうがないだろ。最初は自分からプロだって言わないと誰もプロだって言ってくれないんだから。人からプロだって言ってもらえるようじゃないとプロとは呼べないんじゃない？人から？じゃあ所属はどうだ。このチームフォックスワンが正式メンバーだって発表してくれれば正式にプロってことだ。俺たちってさ、のぞ姉とは幼なじみで、このお店が e スポーツカフェをやる前から入り浸ってる仲じゃない？なんか身内みたいで自己申告と変わらない気がするんだけど。それじゃあこういうのはどうだ。旬が何か犯罪を犯した時にニュースで e スポーツ選手の時の谷旬17歳がって報道されるようになったら、世間にもプロ選手として認められてるってことじゃないか。それってプロの選手生命も終わってるよね。何の話してるの？あ、のぞね。どうなれば俺たちがプロの e スポーツ選手だって認められてるかって話だよ。そんなの決まってるじゃない。税金の申告の時、職業欄に e スポーツ選手って書いて税務署に認められるかどうかよ。のぞね、現実的すぎ。